かわいい動物が大好きなムツゴレイさん、今日はどんなかわいい動物に出会えるんでしょうか。私も楽しみだな。あ、ムツゴレイさん。ムツゴレイが来たよ。来ましたね。いやー、ムツゴレイさん、あの24時間テレビの時のあの企画が、はい、まさかのレギュラー化をしましたね。ね、どうですか。衣装もパワーアップしました。そうなんですよ、パワーアップしちゃって完璧ですよ。私ちゃんと知らなかったけど、私って飼育員なんですね。あのこの間はあの見る側やったんですけど、うんうんうん、今日から弟子入りっていう、うん、あ、そういうことですか。ありがとうございます、ムツゴレイさん。あのこのチェックの感じがすごい変態感を醸し出していてすごくいいと思います。きっと変態さんが選んだと思います。分かってらっしゃいますね。こうただめでてるだけじゃないですか、うん、だからあの絵が持つかっていうのはすごく心配ですよ。正直持たせるねん。あ、本当？でも可愛い動物がいるから、うん、持たせれる。あ、そうね、うん、確かに。まあ今日もね、可愛い子たちいっぱいいますかね。はい、ここには可愛い子しかいませんから、うん、期待しております。なので、ね、ニヤニヤすな、ニヤニヤすな。行くぞー。おーおー、急に。この子は、この子は何ですか。この子はユリガモメと言います。カモメ。ユリカモメ。ユリカモメ、かわいいね。あら、かわいい。この子の特徴は何ですか。この子はすごい人懐っこいんですよ。あー、ぽい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 。じゃあちょっとユリカモメさんにちょっと自己紹介をしてもらいたいんですけど、まあ、やっぱかわいくお願いしてもいいですか。もちろんですね、はい、いきます。はい、カモンカモンカモン、ユリカモメ。そういう感じ。そういう感じなんですね。ヤキユリアですけど、ね、ちゃんと設定を守ってくれました。カモンカモンカモン、ユリカモメ。おかしいですか。やっぱ可愛いですね、ムツゴレイさん。いいやん、もできそう。あ、ムツ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 ゴレイ。可愛くないな。